富山電気ビルディングは、富山県富山市桜橋通りにある建築物。富山県内では、電気ビルディングあるいは電気ビルと呼ばれている。1936年4月8日に竣工し、富山市内では、富山県庁舎と共に、第二次世界大戦以前に竣工した建築物である。富山電気ビルディング株式会社が所有、管理を行っている。 本項目では、法人の富山電気ビルデイングについても衝述する。なお、ビル名、会社名のいずれも正式名称は、ビルデイングであり、ビルディングではない。1936年に開催された、日満産業大博覧会に合わせて、当時の日本海電気本社ビルとして1936年4月8日に、県内初の複合オフィスビルとして竣工した。 建築の目的として、地域産業の発展と、地方文化の向上に寄与することを挙げており、日本海電気社長の山田翔作の意向もあって、富山県内の経済人の交流の場として、ビル内に社交クラブが置かれた。外観にタイル張りが施された鉄筋コンクリート製の建築物で、1936年に竣工した本館は地上5階。 地下1階の構造となっている。ビルの中央部を高くして、バルコニーを設け、両端に0丸窓も設けられている。その外観から、不当に浮かぶ軍艦とも呼ばれていた。1945年8月1日の、富山大空襲の戦災にも焼夷弾の屋上への、直撃で消失した5階部分を除き、大建築当時の外観が、現在もほぼ保たれている。 各界から投下する新中生郵便ポストが竣工当初以降現役であるなど、1935年8月17日に竣工した富山県庁舎と並び、昭和初期の富山の象徴となっている。また、1956年11月には新館、1972年2月には新館東側に第二新館が竣工した。 2018年7月20日、文化審議会は、富山電気ビルディングを国登録有形文化財に登録する、洋文部科学大臣に答申同年11月2日の官報で告示され正式に登録となった。国登録有形文化財として登録されるのは、本館と新館の二棟となっている。富山電気ビルディングの建設の背景には、 富山市の旧都市計画法に基づく都市整備事業がある。神通川の廃川地が明治時代から放置状態にあり、都市機能の障害となっていた。北陸電力の前身であった日本海電機と富山市の思惑が一致し、富山県庁舎とともに富山市の近代化発展とにぎわい創出の象徴として建設された。 完成後は、日本海電機の本社の他に、日本海側では3番目に開業したホテルも、併設され、1958年の、第13回国民体育大会開催時には、昭和天皇、皇潤皇后が宿泊し、富山の迎賓館とも呼ばれていた。このほか、大ホールや能舞台も設置されていた。第二次世界大戦後の1945年11月には、 新中軍の富山市令部が設置。また、1951年5月1日に、北陸電力が設立されてからは、1989年5月に、富山市牛島町の北電ビルが完成、移転されるまでは、本店が置かれていた。ABCDEFGHI 北日本新聞2019年1月5日付、30の31面、祝。 富山電気ビルディング国登録有形文化財登録記念いつもいつまでも富山と共により ABCD 朝鮮北陸在界物語北陸電力電気ビル発展に貢献中日新聞2019年9月23日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年2月9日閲覧 ABC 富山電気ビルを国有形文化財に 文化心が投申、北国新聞。2018年9月16日時点のオリジナルより、アーカイブ。2021年2月9日閲覧。登録有形文化財の登録について文化庁。http:/www. 文化 .go.jp スラッシュ公表ほどお知らせ。ほど発表。i x ファイルズ、アフィールドファイル、2 0 1 8 07-19A140 万 7,、A、7 2 6 0例2 p d f 2 0 1 9年2月10日閲覧。電気ビル本館、新館の国登録有形文化財の正式登録。富山電気ビルディング管理部。2019年2月10日閲覧。国の登録有形文化財の登録について。富山県教育委員会。2018年9月16日閲覧。 まんまる2018年6月号10ページ電気ビル物語ありがとうございます